中国サッカー協会がようやく動きを見せたぜ。ここから再スタートを切ることができればいいんだが。中国サッカー協会が動いたって？監督の更迭でも行われたのかしら？霊夢、お前は口を開くたびに更迭ばかりだな。監督交代はわかりやすい変化をもたらすけど、動きや変化はそれ以外でも起こすことはできるんだぜ。それじゃあ何をしたのかしら？莫大な国家予算でも投じたのかしら？確かに習近平国家主席はサッカー好きではあるからできなくはなさそうだが、今回はお金や監督交代などの動きではなくてかなりまともな動きを見せているんだぜ。まともな動きね。期待しないで聞いておくわ。9月に開催された日中戦の反省会を緊急的に開催したというんだぜ。1ヶ月以上も前の話ではあるんだけどな。反省会？最近の C 組の帰化やら監督交代やら中立開催やらでバタついた中ではかなりまともな動きね。ある意味ではこの会議や反省を通じてどの国も強くはなっていくからな。会議を開いたのは C 組の中ではまともだけど問題は内容じゃないかしら？そうなんだぜ。意味がない会議であるなら何回開いても意味がないからな。収穫や発見がない会議ならやらない方がマシだからな。それで会議の内容に関してはどのようなものだったのかしら？まさか委員会議のようなありさまではないでしょうね。会議は踊るされど進まずだな。その内容に関しては中国メディアが報じているんだぜ。中国サッカー協会はアジア最終予選日本対中国戦を振り返ってと題して講演会を行った。講義では7対0で終わった日本戦と1対0だった韓国戦を比較し、競技目標や戦術面における日本との試合での欠点を深く分析した。思っていたよりも会議の内容が薄くないかしら？そもそも中国代表の選手能力を過信しているように感じるんだけど。まさにその通りなんだぜ。この会議で話された話題では5つの課題も取り上げられたんだぜ。5つの課題？中国選手が欧州でプレーしていないことと育成環境の問題、組織的プレーができない国民性が主な原因だと思うわよ。それは私も同感なんだが、取り上げられた5つの課題に関してもメディアが取り上げているんだ。サッカー協会の指導的役割、ヘッドコーチの役割、選手たちの主な役割、代表管理部門の機能的な役割、そして各部門の連携的な役割についての疑問としているんだぜ。なんというか根本的な問題から目を離していないかしら？根っこの部分に気づいていないのかしら？気づいていないんだとしたら大問題なんだぜ。さらに問題解決については、全てのサッカー関係者が日本戦を反省材料として受け止め、リーグのチーム作りや協会自体の構築など様々な重要な課題を解決して、サッカーの活性化と発展を担保できるように努める、監督と選手の主な役割を統合することで新しい代表チームの管理とメカニズムの構築を効果的に推進するともしているんだぜ。ねえ、これってやっぱりダメな方向に進んでいないかしら？ああ、反省会というわけだからしっかり顧みるのかと期待したんだが、中国サッカー協会が求めているのは短期的な目標達成策だぜ。そんなことを続けているとよりレベルが低下していくんだと思うわよ。まさしくその通りなんだぜ。代表選手の個人能力の差をまずは受け止めるところから改善が必要なんだが、中国サッカー協会に必要なのは個人能力のレベルアップを訴えられる本田圭佑氏が適任じゃないかしら？私もそれに関してはかなり前から思っているんだぜ。もっとも訴えても動かない協会じゃ何の意味もないんだけどな。これは反省会という名の自由研究発表会よね。あまりにも本質からずれすぎているもの。このまま行くと次の会議で取り上げられるのは日本代表選手の試合前の食事メニューとかになりそうで怖いんだぜ。中国なら本当にありそうよね。でもここまで弱体化している中国代表への適切な強化策はあるのかしら？組織的プレーができないということは個人技ならいけるということだぜ。インドネシア戦では組織的な難しい動きを整理した結果、それなりに戦えていたからな。個人能力のレベルアップしか残されていないのね。国民性というのは10年や20年で変わるものではないからな。それなら今の国民性に合わせて強烈な個人技の能力アップに努めた方がいいんだぜ。確かにその方が現実的よね。何か良い策はあるかしら？中国は中国共産党が実質支配している国だからな。共産党主導でブルーロックならぬレッドロックプロジェクトを始めた方が現実的な気がするぜ。日本では現実的にあのプロジェクトを行うのは無理だけど、中国なら共産党が旗を振ればできそうな気がするわね。何せ毛沢東の時代には四駆除運動とし、
スズメを絶滅寸前まで追い込んだ国だからな。確かスズメがいなくなったものだから昆虫王国になってしまって飢饉を悪化させる本末転倒ぶりだったのよね。そのレベルでことを動かすことができるほどの権力を握っているから、そのプロジェクトを始動させることはわけもないだろうな。それで国民の反応はどんな感じなのかしら？この会議を聞いて期待に胸を躍らせている人もいそうな気がするんだけど、霊夢、それが全くの逆なんだぜ。ものすごく冷ややかな目で見ているんだ。青少年の育成については一言も触れていない。サッカー協会自体を解散するのが最善だ。なぜろくでなしが集まって会議を開いているのか。この会合では真実が一言も語られなかった。国民の方が本質的な問題に気づいているのね。ああ、国民が気づいているくらいだから業界側も気づいているとは思うんだが、それじゃあ不都合な現実から目を離しているだけじゃないの。業界側が直視しない限りは何も始まらないわ。本当に委員会議のような状態になっているんだぜ。今後も何度だって開かれることになるとは思うんだが、何も進展がない形になりそうだね。そしてインドネシアに勝利を収め可能性を残した中国が11月の試合を前にとうとう次の動きを開始したんだぜ。中国も監督解任で新しい指揮官を招くのかしら？まさかマンチーニがスライドしたり？それもありえそうな未来ではあるけどな。実はキカ選手をさらに増やそうとする計画が動き出しているんだぜ。インドネシアのキカ選手の多さに驚いていたけど、中国も劣らないほどに多くなりそうね。 C 組4位をめぐる戦いはキカ選手プロジェクトの国々が影を握りつつあるのも事実だぜ。キカプロジェクトが激しい C 組ね。国をチェンジするという意味だったのかしら？この動きを見ていると私もそんな気がしてきたんだぜ。チェンジの C 組とも言えそうだからな。それで今度はどんな選手を帰化しようと企んでいるのかしら？大本命は中国リーグで活躍するミッドフィルダーセルジーニョとされているぜ。日本人にとっては馴染み深い選手だな。セルジーニョって鹿島アントラーズでプレイしていた選手よね。彼が帰化したら C 組でもトップレベルの選手になるわね。その他に44とティム長の合計3人の帰化を狙っているんだぜ。インドネシアに匹敵する帰化選手を抱えることになりそうね。インドネシアは倍近い帰化選手を抱えているからまだまだなんだが、そもそもインドネシアの帰化選手の多さが異常なんだぜ。やっぱりチェンジの C 組になってきたわね。中国の反省会などについてみんなどう思っているのかしら？中国は国民性からか組織だったプレーが苦手なようで、日本の個人技を抑えられなかったですね。まあ日本戦はカウントしないで、それ以外のチームから勝ち点をどうやって積み重ねるかを考えた方がワールドカップに出れる可能性が少しは上がるかもしれない。いいことだと思うけどな。冷静な敗因の分析、今後への対策を行おうとすることは強化のための第一歩だ。もしその方向性が間違っていて回り道になっても、その意識があればまた前に進める。すごい人口とトップの一存で投資できるお金も組織力もある。成功するバックボーンはある。足らないものはすぐに成果や儲けに走らず、本当のサッカーへの愛とリスペクトだな。そんな中国の状況を知らないほどの勢いで話題になっているのが森保監督だぜ。あれだけ勝っていれば話題にもなるわよね。いよいよ日本代表後のキャリアも考えるべきタイミングかしら？実は注目されているのはそこではないんだぜ。デスノートこと森保ノートにマンチーニも書かれたと話題なんだぜ。確かにマンチーニがサウジアラビア監督を更迭されてしまったのは森保監督がとどめを刺してと見ても間違いないわね。サウジアラビアに勝利をしたこととその次のオーストラリア戦で引き分けたことでとどめを刺したとも見えるんだぜ。オーストラリアもコテンパンにされていたらまだマンチーニにしても弁明の余地が残されたかもしれないけどね。それにしても欧州出身監督はこれで3人目の被害者になってしまったんだぜ。特にハンジ・フリックとマンチーニに関しては欧州でも名将だからな。今のバルセロナの躍進を見ているとフリックがどれだけ優秀だったのかがわかるわよ。先日のエル・クラシコでも歴史的な大勝をしていたし。そんなフリックの解任から始まってステファン・クンツ監督、そしてマンチーニだからな。二度あることは二度ある方になってしまったわね。これは四度目もありそうだわ。そんなマンチーニだが、サウジアラビアのサッカー事情に関しては次のように嘆いてるんだぜ。サウジアラビアでは忍耐が必要だ。特に現地の選手がクラブでレギュラーとしてプレーできなくなった今はそうだ。指揮を取る監督たちは優秀だが、トップレベルでのサッカーにおける大きな経験が不足している。外国人選手の増加によって様々な障害が生まれ、リーグ戦でレギュラーで出場している選手は 50% にも満たなかった。
と今のサウジアラビアが抱える現状に関して思いっきり困っているんだぜ。確かにトップリーグでのプレー経験がないままでトップリーグでプレーしている各国と戦うのはきついわよね。他に戦う各国選手は試合感があまりないなんていう事象はあまりないからな。全体未聞の事態よね。この状態でサウジアラビアの監督を引き受ける監督はいるのかしら？それがすぐに後任が決まったんだぜ。エルベルナール氏だ。一体どんな人なの？過去にサウジアラビアを指揮したことがある人物だ。いつも白シャツを着ていてイケオジとしても注目されているぜ。11月の最終予選では本当にイケオジなのかっていうのを見ていかないといけないわね。ルナール氏はサウジアラビアを指揮した後はフランス女子代表を指揮していたんだ。女子代表ってことはパリオリンピック出場して指揮をしていたってことよね。そうだ、グループステージは突破することができたのだが、その後我らがなでしこジャパンが勝利したブラジルを相手に負けてしまい、その後解任が決定してしまったんだ。そしてマンチーニが退任と同時にサウジアラビアを指揮することになったのね。この選択が吉と出るか凶と出るのか今後の最終予選をしっかりと見ていきたいぜ。そんな C 組なんだが実はものすごいことになっている選手もいるんだぜ。インスタフォロワー数が爆増したんだぜ。そんな選手がいるのね。サウジアラビア代表戦から PK ストップを成功させたゴールキーパーのマールテン・パエス選手なんだが、インドネシア代表に帰化してからというもののインスタフォロワーが2万人から196万人に爆増したんだぜ。インスタだけでも生きていける人数になったことも受けて当の本人も。他のキカ選手も同じようなことが起こっているらしいね。インドネシアのサッカー熱はこういったことにも表れている。とにかくインドネシアサポーターの支援の大きさはすごい。ネットで見るだけ、数字を見るだけ、話を聞くだけではわからない。ジャカルタで警備員なしにホテルを出ることは不可能なんだ。とインドネシアの異常なサッカー熱に驚いているんだぜ。それは驚くわね。暑すぎて事件を起こしたほどだもの。その暑さゆえに中立開催も考えられているほどだからな。人に迷惑をかけない暑さでいてほしいんだぜ。インスタグラマーとして生きる上ではサッカーで一旗あげてインドネシアに帰化するのもありかもしれないわね。その第一歩が難しいがてではあるだろうな。ただワールドカップ出場することができるかはわからないが、何を第一に考えるかって感じね。インドネシアファンはすごい熱狂的だし、11月の日本との試合でも荒れなければいいけど、神に祈るしかないぜ。みんなの意見もぜひ教えてくれ。そしたらまた最新情報が入ったら紹介をしていくわ。